皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。コードプレイのダイスアフレコでお送りします。禁断の錬成部屋の下りからの後です。多分もう少しでできると思うんだけど、箱舟がまだできない。難しいなあ。呼ばれた。何？順調だね。途中だけどマシになってきた。どんどん設計図を。あれ怪しすぎる。破壊神様のお力がより強大になっている。目覚められたばかり。準備運動なのでしょう。そういうこと。そういえば破壊神様と友達なんだろう。どんなお方だ。何？カボチャのマスクで踊ったり、荒くれと筋肉儀式をしたりだとやってた。恐ろしいことをする破壊神様のお茶目なはずはない。いや、かなりお茶目だよね。シド君はお茶目だと思うんだけどな。建材はちゃんと用意してくれておるか。破壊神様の抜け殻はいくつか種類がある。欲しい素材を取りに行く可能性もあるのか。でもなんか大丈夫そうな気がするんだけどな。素材も集まり順調に進んでおる。ビルダーの鐘を鳴らしてはくれぬか。皆の願いを聞きながら。皆の願い結構出てるね。はい、親方、食欲までビルドしちゃう。魔物のキッチンを作ってもらいたい。レンガキッチン収納ロッカーと、もう一個は魔物飯マウンテン皿っていうのが必要なんだね。なんかすごい名前じゃない。マウンテン皿、山のような感じなのかな。新たなレシピをひらめいた。わあ、なんかすごいかも。一番最初に受けるのはこれにして、他にもあるのかな。とりあえず魔物キッチンは作りましょう。シンプルキッチン。ん？あとはなんか足りないんだよね。入れる。おお、なんか集まってきた、集まってきてる。何何、ほほう、魔物キッチンまだだよ集まってきてるけどまだ足りないのがあるから取りに行かないといけないみたいですね。ちょ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 、近い近い近い、みんな近いあ、もう一人いる。植物園、怪しい植物園。うわー、怪しすぎる。魔物キッチンと植物園なんだ。とりあえずできるようになったので、ビルドレベルが2。あ、2でマックスでした。4じゃないんだね。って言ってるのがなんか見えない飲んで見えない。何を思い浮かぶのかな。たくさんのレシピ、4種類。ビルダーの鐘鳴らしてくれたんだね。ものづくり力が上がったから、もっとはかどる気がするので早くできるかな新しく魔物が来た。あ、来てる来てる。飛行タイプ、飛行タイプなんか飛行兵団の時に結構いたからな。だがだが、ヘチマモマンドラゴーラもある。あ、大丈夫、なんか間違えてるかもしれないけどガーグイルが3体仲間になりました。ヘチマモマンドラゴラもってなんかね、面白いこと結構言ってくれるからいいよね、そこのセリフも。なんかあれ、話し合いたい。アデン、
デンとは。魔物でが足りない、どういうこと。みんなで一緒に箱舟の2つ目の設計図を作ろう。植物園、植物園。いた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 。もう一回、下に行っちゃったけど教えてくれてるね。奇妙な花と奇妙な大きい花。取りに行ってきます。魔物キッチン完成したんだな。完成しましたよ。あとは植物園だけなんだよね。おっと、お前の友達だったな。再会応援してるぜ、ありがとう。次は植物園だ。こういう感じだと思うんだけど、狭いかな。こけない、こけた。小さい怪しい植物園できた、できた。小さいけど、どこどこ、あれいなくない、あれ、ああ上にいる。降りてきてよ、降りてきてくれ。ああ降りてきた、降りてきた。キッシムーン終わった。癒される、これで。すごいな、本当によかったぜ。え、首を切り落としたくなっちまうじゃん。そっか、なに、前にも骸骨の船長に首を切られそうになった。そうね、俺様が謝っておこう。全部お前のおかげだ。改めて礼を言う。破壊神様の再会、なんかみんな祈ってくれてて嬉しいですね。なんだこの気配は、怪しすぎるぞ。これまた戦いの気配かな。とりあえず落ちてるやつも拾いたいんだけど、バトルが始まりそうな予感。一応今マックスになってるから行ってもいいんだと思うんですよね。魔物の気配、黒き魔物たちがここに迫ってきているようだ。戦いましょう。オンプロでも壊れないでほしいな。避難地さん壊れてるからな。一回直したばっかりじゃないけど、また直さなきゃになっちゃうから無理しないでほしいよね。では行きましょう。結構数出るね。なんだろう、でかくなってきてる。これも力が強くなってきてるからなのかな。みんな頑張れ。起きた、モンスターをやっつけた。レベルが上がった。これ最高というか、レベルどこまで上がるんだろう。34。バトルコンプリート。まだバトルありそうな気がするんだけど、そんなことないのかな。一応箱舟の部分はもうできるんじゃないかと思うんですけど、しかしそれもいい、作ったりするのも楽しいみたいですね。よし、これを機に我々は破壊と縁を切る。ものづくり万歳になってる。あれ、どうしたの。ものづくり褒めてるのに不満でもあるの。まあよかろう、追い払えたのじゃ。箱舟作りを進めるとしよう。はい、みんないい魔物だった。光の鎧装備。箱舟の建築はまだかな。使える素材まだ足りない。破壊神様の抜け殻を素材にしてんだろう。とんでもないものを見たんだ。どういうことだ。目玉、光放つ大まなこ。ものすごい力がありそうじゃん。え、待って、抜け殻なのに目も落とすの。え、なんか怖いけど取りに行くんだよね。行きましょう。ちょっと遠いかも。あれ、あ、見て、あそこに変なでかいおじさんがいる。目立つからすると結構みんなおじさんなんだね。この先っぽいよね。赤い水は何だろう。ぼんやり中が光ってる。目玉のこと何か知ってるかもしれない。聞こう。目玉知ってますか、おじさん。滅びの日、あのような赤い海と巨大な目が。お前は誰だ。この人がアデンさんなんだ。はい、名前はご存知です。存じておりますが、一緒に行きませんか。何、取りに行きました。はい、破壊神様の目玉はこの上にある。
泳げばいけるだろう。しかし破壊するつもりなのか、いや想像に使います。はい、破壊ではない感じです。これ普通の水だね。うん、毒とかなわけではないから減らないんだ。とりあえず中行ってみます。どの辺、あーたたたた、これだね。目玉っていうこと、顔があるのかな。このまま行ける？一回空気必要かな。なんかすごくなってる。なにとりあえずちょっと取りたい。あが、来た。あ、取れた。5個取る。水の中の作業結構あれだよね、辛いよね。もうちょい当たんない。おお、最後の1個集まった。これって何になるのかな。普通に鱗とかなんだね。ちょっと呼ばれてるってか、全部ではなかったですね。5個でまだ残ってるけど、とりあえず5個だったんで5個で回収して帰ります。話しかける感じになってそうな気がする。でかいけど多分この神官だね。アデン様、破壊してきた、持ってきた。何者なのだ。一部を破壊するなど罰が当たるぞ。もううるさいな。トンチンカンじゃなかったトンチンカン。二人とも一緒にいるから一緒に行こう。あやつらもお前たちとだと。分かった、事情は道すがら聞かせてもらうとしよう。わしも行く。早いね。アークデーモンのアデンちゃんでかすぎてこれは大変なんだけど。着いたでかかったね。話しかけて仲間になってもらいたい。ちょっと行かないで。はい。おお、魔物たちを救う箱舟か。ビルだと魔物が作ったというのか。おお、アデンよ。3体目が同じ形ではないとは知らなかった。3人は久しぶりなんだね。半信半疑だが手伝わせてもらおう。おじさん、アンポンタン半道場について知りませんか。行きたいです。結界がある。3つの黒い魔物が作り出しているという。超スーパーカーを改造して壊しに行く感じですね。邪神官は3体で揃ったけどでかくて顔が見えません。まあいっか。この後はスーパーカーの改造になるのかな。とりあえず話しかける人がいそうな気がする。あ、いた、待って、親方クリム持ってきた。高エネルギー体パンチきた。その目玉すごい力を秘めておる。行かせよう。いつか必ず使う時が来る。なんでそれ上に向かっていってる。ところで、そう、すごい武器仕込まれてるよね。今頃気づいたか。見えなくなっててごめん。あ、見えた。自慢話が始まる前にさっさと完成させよう。魔物ビルダーのものづくりを見ていてくれ。箱舟作りはすこぶる順調だぞ。今 90%。 いくつかのガガガガガガ、またなんか無理してるから。揺れちゃった。これは何の揺れだろう。破壊神様のお力が増大しているようだ。本格的に暴れたら大変だ。魔物たちを馬車馬のように使わせる。剣才は神の箱に入れてくれておろうな。それにしてもブロックを持ち上げるだけで吐き気とめまいに襲われたでげすなんで昔は物なんか壊してたんだ。信じられないぜ。教団のマークも見るのも嫌だ。教団のマークドラキーじゃないでげす。とばっちりでげす。あれ、なんか面白い会話してたけど考えてしまってる。そうだよね。箱舟が完成しても船の操縦、そっか、どうしたらいいんだろう。操縦。そういえば船長がいるのか。あ、いないかも。このアデン様に船長になってくれるもの。船
世界の狭間と呼ばれる地に管理している変人がおるのだ。変人とは。しかし世界の狭間というのは厄介でな、簡単に行ける場所ではなくなっておるのだよ。暗い道も進む方法が見つかるよ。一度みんなと相談してみよう。狭間の暗闇どうやって行くのか。これだね、問題ができた。知恵を出し合えば。光、ライト、超スーパーカーの目からピカーンそのまま。目といえば光り放つ大物子があるじゃないか。取りに行って正解だったな。この流れだったんだね。ライトつけるの。設計図追加がある。どうなるのかな。頭になんかつく。あれ、横に広がったガレージ。あれ、おー、なんかついてる。え、こんなの2個。でも今2になってるけど残り3は。魔法エネルギーを取り込む。なるほど、車の中に駐車しなきゃいけないみたいだね。では箱舟の建築を進めるとする。とりあえずスーパーカーだ。で、これで来たか。来た来た。どうなるんだろうね。どこが光るのかな。ふふーん。あ、また手を加えるんだね、ここから。おー、あー、すごい入れ方してる。最後形変わるのかな。いなくなった。おー、なんか目ついた。あれライトがつきました。なんかちょっと虫っぽい顔になってる。すげえ、改造したんだな。その目からライト出るわけ。オート制御か。自動でライトがつくのじゃな。すさまじい。光なく暗闇もへっちゃら。車の目が光るようになったね。狭間っていう場所にも行けそうだ。ハーゴン城は強力な結界がある。車を飛べるようにして魔法を打ち出すのをつけるの。方法がないわけでもないが、今周り考えたくないの。うん、なんか難しいのかな。ライトをつけ。そうですね、空間、暗いところも走れるようにはなりました。船長探し、次は船長探しに行くみたいです。ということで次回は船長探しに行きたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!